お疲れ様です。今日はですね、こちらのメガナイトコヨディガポイやっていきます。というわけでね、玄関今日強いゴブ小屋、そして俺の大好きなちょっとメガナイトが一緒になってると夢のようなね、はい、で今日見つけたので今日やっていこうかなと思います。ディガポイですね。はい、なんでウォールブレイカーとかがいないんですけど、まあしっかり守ってちまちまやっていこうぞと、ということでね、はい、行きましょうか。で、まあ、ボムとか嫌ですよね。ボムとかポイズンとか、まあ、ゴブ小屋がいけないんですけども、本当にこれ、ディガっぽいなんで、まあ、小屋が入ればラッキー程度で、あとはまあちまちまね。で、メガナイトを、まあ、なんだろうね、自分からそんな積極的に出さなくていいです、はい。基本的にはもう小屋とディガー、ゴブリン、あとマスケとかプリンス、この周りで戦います。周りでこう戦って相手が攻めてきました、でそこで初めてメガナイト出しましょうみたいな感じだと、はい、思ったらいいかなというわけで、もう落ち着いてね、まあ、8枚メガナイト強そうですけど、今のも落ち着いてね、一生このやりゴムのチクチクで戦っていく、これだけで相手結構きついんでね。さあボム、なんかポイズン的な呪文がありそうなんですけど来ないっすね。さあでウッドで削ってよ。いやもしやりゴブはねそんな流行ってないんですけど、ゴブ声がマジ強い。あーでこの一体よね。さあこのやりゴちょっと入る、これだけで強い。でさあディガーでまた削る、これの無限ループですね。はい、ここはちょっとプリンス合わせてもいいような気もする。で、マイティ処理できたら、端前メガ行ってもいいかもね。やっぱマイティがね、きついんでね、メガナイトって。まあ、逆に逃げられたら、ちょ、ゴブ小屋置いてね、一旦避難しようか。さあ、スケアーチャーのマイティ。なかなか陸行きが豊富、かつ高回転ではあるが、まあ、右を削りたいっすかね。けど、まあ、勝手に左が削れていくという。はい。で、俺はもう、ちまちまなんで、もうこれも打っちゃいます。はい、打って、あと守る。フェニックスにマスキ合わせるけど、なんだろう。呪文が相手のなんかデッキは分かんないですね。さあ、スケラでした。おお、ドンピシャのヤナアメ打たれちゃう。これマスキ残ってほしい。さあマスカのスケラ、しかもヤナアメ雪玉なんで、これマスキ最強っすね。これマイティを後ろに下げることによって、事故を誘発できます。さあ。全然綺麗に抑えられそう。いやマイティに飛べ、タワーに入ってしまい、ういー、さあ一発入ってく。でスケラ打たれてもこれ棒っぽいもあるんで、まあ、メガネタで踏めば別にか。はいはいはい、いやもうこれで小屋置いとけばいいんですよ。守るだけデッキなんでね、よいしょ。でこのメガネタがタゲ取ってる間のディガー削りもちょっと強そう。でタル来たら延命します。あれ雪じゃなかったっけ、ヤタルでしたね。ああ、でも拾われてる。拾われてるが、ワンチャン事故れそう。いいね、メガナイト。さあ、で、またディガー飛ばしてね。この、前も止めなきゃいけない。後ろも止めなきゃいけない。さあ、精神的にね、破壊していきます、小屋で。ゴブ小屋めっちゃハマってるんですよね。てか、強いデッキが。結構ゴブ小屋入りが多くて、そうゴブ小屋入りかゴブ小屋目立ったボムみたいなところがあるんで、正直結構使い得ぐらい壊れてる気がしますね。はい、まあ、今マルチ A のモードがメガドラストなんで、そんな目立ってないっちゃ目立ってないんですけど、やっぱいろんなデッキにゴブ小屋入ってますね。さあなんかウサギライドルだ。初めて見た。さあ一旦置いてきます。マジで置いて、あと守るだけですね。さあジャイ来る。ジャイとかにはね、プリンスで、メガナイトドッスンしてあげて、その間にこれ削れてるんで、守るだけですね。スケラ打たれたら棒っぽい。余裕あればマスキュットとか、ゴブリンでも守れるよと。さあ、これジャイスケラっぽいですね。さあ、着衣をやってほしいが、まあまあ。でもこれだけで俺600ぐらいダメージ稼いで、今多分エビトントンぐらいだと思うんだよな。ダクプリ？なんだこれ、やっちまえ。ういー、そうジャンプ入る。
あれはゴブリンで受けるか。うっうっ。でここももう小屋でいいんですよ。ほんとにユーノの受けとかプリンスの受け、ウォールブレイカーの受け、ジャイの受け、ロイジェの受けも全て小屋でいいんですよ。ゴレとかエリジャイもね。でダメージが入るといやマジで射程伸びてるからな、これもうすぐ殴る。よしよしよし。さあウッドはまあ俺棒ポイがあるんで打ってもいいかな。あの着にねめちゃくちゃ打ちたいよな正直。ポイズン、まあでもちょっとスケラ用に取っておかないと痛い目見そうなんで。おい、そう単体ジャイ。さあ守ってね、守れば俺勝ちなんでね。小屋で、はい、いってらっしゃい。マジやべえなやりゴブ。さすがに今回強化されたからすぐ下方はされなそうですけど、やりゴブ自体のねスタイル率も別にそんな高くはないんで、しばらく続いてくれそうだね、ゴブ小屋環境。さあ何が強いって、これが強い。まあ、柳とか持ってるんでしっかりマスクも出してあげて、でまた一生ゴブが置いとけば。てか相手ソースもね、ジャイスキラって柳行きだもんなんで、この小屋を突破できないんですよね。これマスク生きて、あめっちゃいい。さあガゴもやりゴブで処理できる。あめっちゃいいね、もう流れが完全に俺。ポイズン打ちたいけど、まあ、負け筋にはなるんで我慢しておとなしくね小屋置きます。いやもうこれ相手無理っすよね。どうなんだろう、ここで橋間がないとか、まあ、行きたくなるけどやっぱ行くのがやや負け筋にはなってくると思うんで、これぐらいなりか。でおとなしくゴブが浮きます。いやーこのダメージ相手からしたらね、いやーもう俺だけ気持ちいい。さあこれちょっと小屋なくなっちゃうと危ないかもね、これ危ないかもね正直。なので、まあ、左の警戒して小屋とポイズンが置ければ安泰ではある。その残り1分、いやもうだいぶ安泰な気はしてるんですけど、どうだろう、ちょっと怖いですねここから。さあ暴行して、いやーいい、このやりこぶ優秀。うい、いやちょっとなんか追い上げられてるやん。棒ポイですね、もう本当に確実に絶対守るのを棒ポイして、さあ D が入る。このやりゴブ巻いて許せない。さあ冷静に小屋だけ置いとけば、まあ、このマスクもいらないですけど、ね、どうせ暇なんで OK。 いやーこの小屋がいいのよさあで小屋とマスケで言ったらね、ファイボ枯渇みたいな、ポイズン枯渇みたいな呪文枯渇になってて、まあねなかったらこういう相手にはずっと生きてくれるしね。いやマジでこの小屋マスケやばいな、だいぶ昔に流行ってた編成だね。最近はなかったんですけど、なんか帰ってきましたね。さあダニエロYouTuber 来た。いや小屋がねえと、なるほどね、これちょっと弱い感じにしよっか、持ってない持ってるけど持ってないブル、勝った時に見せてあげよう。
磨いてあげてね。おー、なんだろうねこれ。ジャイとかフェニックスっすよね。そしたらダークプリメガゴマチャッピー、え、またジャイ、ジャイスケラ、また今度メガゴ型で、そんなことある？このガーゴメガゴになったジャイスケラってこと？いやもうそれっぽいっすよね。そんなことあんのか。いや全然違った、謎です。これ一発痛いっすからね。なんだこれ、なんだこれ、ゴレか、めちゃめちゃゴレだ。いやスパキでしたなるほどね。あーこれやばいね、踏めないんで意外とスパーキーを処理できない。このサイクル踏めないサイクルやばいっすね。さあまあスパーキー、アチャクイスパーキーっていうのがちょっとリア、さあまあ俺はこれ残した方がいい気がした。いやーこれディガちょっといけねえにします。このプリンスのダメージちょっと大事な気がした。このやりゴブが生贄になる。うい、めっちゃいいねそのやりゴブ。網やりゴブ。さあでポイズン打って、いや俺はもう一生守るっすねとか言って、ちょっと暇になったんで一回だけ攻めちゃう。一回だけだ。あエリバペンいたわ、そういえば。でまあ踏めばなんとかなると思ってはいるけど、いやーゴブが便利だけどちょっと怖くなってくるっすね。なんかユニット相手が重いからさ、めっちゃ溜まっちゃうんですよね、アチャクイエリバブとかが。でもだいぶ解けばする。マスケを突破できない相手は。いやめっちゃいいやりゴブ。いやゴブガチ強いよな。そしたらいやマスケ最強っすね今んとこ。いやーこのゴブ小屋がいいね贅沢にスパーキー一回受けていく。さあ諦めたっすかね。危ねえ。いやちょっと守れる気しなかったんですけど、やっぱマスケ強いね。最近なんかマスケデッキがそんなない気がする。そうアーチャー流行ったし、まあそれならアチェクイとかのイメージがあるんで。いやこの残るマスケがマジ強かったな。あと小屋ゴブ小屋で何回使われたことかね。 いいねさあ、おーボス、これ海外の、まあ、元プロ系ですかね。ロイジャイが超うまいやつ、ジャイとロイジャイね、テンゴッドタイプで。さあ一体延命する。タルインドか、神器っぽいね。
マジアチャ文句とかの。ちなみにこの時文句やばいね。さあマジ人気です。インドラさえやってくれたらこれ足前メガもちょっと見えるけどね。え違う、ボーラーバルーンだ。さあまさかのバルーンフリーズ。いやめっちゃ懐かしい。いくね。さすがにそれはだいぶチンパン度高い気がする。コストねえだろ。いやー微妙にある。いや今単体プリンスもだいぶ悩んだんですけど、まあ、一回小屋置くか。いやマジ夏いっすね。この小屋も相手からしたら結構嫌だと思うんだよ。俺ライドラが嫌だね。まあでもポイズンとマスケで頑張りたいぐらい。さあボーラクル、プリンスは強いね。まあ、バルーン意外と止まるかどうか。後半入れば小屋で。さあ嫌がらせして、さすがにね。逆来たらもうポイズンで耐えます。さあこっからっすね。でも俺は正直ただもう頑張って耐えるしかない。頑張って耐えるしかない、まあ、あとうざかったら逆サイプリンスでライドラ、おライドラ使った。いやそれ釣れるし、だいぶなんか相手やってるっす。でもまだわからない、ボスだし。遅れてますけど、リクゲも出したい。うっ入れ、たまたま。まあでも止まるっすよね。うっポイズン圏内。はい怖すぎるけど五分小屋が強し。マジで強いよな。これボムタワーとかだったらまあまたねデッキの完成度とかだいぶ変わるっすけど、守れてないですもんね。五分小屋だから戦ってるみたいな、削れてるみたいなのがやっぱあるし。五分小屋だな、最強に感じる。さあゴーダー、おいゴーダたけしが可愛くなっとるやないかい。タケルン来た、タケルン、おー仲良しタイプね。さあ小屋来る、ファイボか。ボブゴヤファイボだとなんだろうね、まあスケラのヤファイボとかもあるけど、ハンターマスケラゴブドウってのはマスケラぐらいしか思いつかないです。
さ、まあ、行ったらまた小屋置きたいね。あー、いや、まあ、スケラか、めちゃめちゃスケラっぽい。怪物なのが意外とどうだろう。いや、もうマジこの射程が強い。ああ、まあ、スケラっすね。じゃスケスケラ。ボンバー。やりがぼう置いて。なんか、はねはねさんみたいなデッキだね。うん。ファイボだし。さあ、まあ、棒っぽいしつつ、俺は右を頑張って削っていきたいね。これ、ゴブリン咲いてるんで。陸受けがやっぱ少ない間にね、削りに行こう。さあ、ポイズンで、まあ、打っていいかな、小屋には。こいつやん。これは、拾われると話が変わる。ここは嫌だね。まあでもこれを徹底するのはやっぱ大事な気がする。うん、ちまちまね。ワイボで巻き込まれるの嫌なんで、ちょっと変な位置に置いていく。マスケ？危ない。初登場する？多分メガナイト俺まだ使ってないんですよね。さあ、使ってないところで初登場。いやー、このディガー削りがね、この高めのマスクとかもちょっとうざいんじゃない。プリンス入りそう。で、俺はもう暴行しとけ勝ちなんで、そこだけ冷静にね。タイブレーク負けだけ警戒して、もう暴行です。よし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 。さあ、結局ゴブ小屋のチクチクの削りと、まあ逆に相手の小屋のダメージをしっかり抑えるのも大事かもね。なんかマジやりゴブ一発二発三発、ほんとそのダメージで勝ち負けが変わってくる最近は。大事な気がしてる、ちまちま抑えること。さあ、エリック90位、めっちゃ強そうやないかい。さあ、また今回も同じくね、メガナイト出さなくていい。てかメガナイトもペッカーでもいいし、いらない。
もしかしたらいらないかもしんないけど、こういう文句がいないサイクルだとプリンスからの8枚目がとかはちょっとあるけど、フェニックス来そうなんですよね。さあまあロイかな。この文句が俺は厄介ですね。うん、でトリトンとかって感じかな。まあおとなしく小屋置いていきます、一旦ね。さあハンター、相手の呪文もね、ファイボなのかライトなのか早く知りたいみたいなとこもちょっとある。いやー、このやりこぶ3体入るだけで幸せになれる。入らない。さあフェニックス、まあライトニングかな、よくあるのは。めっちゃ行きたい、なんか行っていい気もする。意外とメガナイトプリンスの受けがないみたいな。さすがに壊す。お、これマスケが、おお、絶対スタンプ送ってるから、お前ハンター送れてるやん、バカやん。絶対今ね、打つ必要のないスタンプ打ってダメージ入ってるやん、お前ラッキー。さあで、まあ一旦ね、リガつなげて、で卵これ溶かさないといけない。いやー溶かして、いや相手のさ呪文がまだ分かんないのもあるんですけど、一旦おとなしくね、だいぶ引きこもってます。うん、これ以上ないぐらい。さロイ、まあでも相手もガファイブでもライトでもちょっときついだろうな、このゴブ小屋が。俺はねマジ文句きつい、最強にきつい。まあ、樽なんでこの辺が残る。でさ文句いなくなったんで、マスケも小屋も置いてあげて、相手が幸せと。こいつ打って、このウッドも大事よね。お前それ勝ってからやるやつね。一旦ね、ここで冷静になれる男が勝てるんです。あんなホレイに惑わされちゃあかん。よし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 、うわーこのケツからね、やばいね。待ってました、スタンプ打つのだけプロみたいな。いやめっちゃいいポイズン、全てが溺れる。相手の呪文さ、絶対ライトだよな。あ、ファイブだった。てか俺ウッド跳ね返ってきたね。そんなことある。あぶねえ。あぶねえ。いや、さすがに。このアオリチューに負けたくない。ほら。アオリチューでもね。さあポイズン、なんだこれ。マジでスタンプ送るのに必死になりすぎてさ、でもうガッタガタやったでおい。マジスタンプ送るのやめたらもうちょっと強いんじゃない、知らんけど。
ね、なんか事故ってたよな、めちゃくちゃ一生懸命なりすぎだな。クリスタルアゲハチョウね、なんて読むか知らんけど。さあジャイアントゴブリン、ゴブジャイ使うの、ジャイアントゴブですけどね、ゴブジャイアント。おわー、これやばい、プリンスがない、このメガナイトからのサイクルなのがやばい。まあ耐える、よしよしよし。いやージャイ PP か、懐かしいっすね、ゴブジャイ PP 枯渇。コウモリが厄介だけど、マジでこのゴブ小屋結構ね助かるかもしんない。ゴブ小屋でコウモリ処理とかディガウケとかって考えたらゴブ小屋最強説あるぞ今回。プリンスコウモリだね、本当に嫌なのは。コウモリ俺倒すのにさ、4コスかさ、2コスか、4コス以上刺さないといけないからさ、冷静に。まあ、ボーポイをだいぶしていかないといけないね。で、相手はやりごぶギャングで受けれるし、うん。まあまあ。2倍タイム入る前におられることは多そうだし、今耐えるのはね結構大事。ほら、はしめゴブジャー来たらでも終わりそうだなザップ打たれるかな。あ、もう味しめてる。あ、でもしますか。うん、しんどいっすね、間違いなく。超絶しんどい。まあさすがにね。いやマジでこのゴブ小屋で俺削って勝つしかねえ、頼む。いや、え、それ許してくれんだ、熱すぎんかそれ。え、なんか相手やった、なんかサービス来てる気がする。これ、まあ、ギャングで抑えられてもウッドでその後回収できるしと思ったけど。いやー、そっち行くか。いやー、あるぞこれ。いやー、この後ちょっとやばい、やばい、ゴブゴブもないこのサイクル。だいぶ打ってこい、打ってこない、打ってくる。いやー、いい許容。まあでも723勝、俺が仕掛けてもいいな。なんだその無能なジャンプ、冷静な棒っぽい。いや、めちゃくちゃいい棒っぽいしてる。いや、この小屋だな、絶対苦しい相手、一生苦しそうにしてる。この位置読めないだろ。さあポイズンで削る、ゴブゴヤ無限、よしよしよし。さあマスケも無限、いやこのサイクルやばい、天国サイクル入ってる。でもマスク開いて対応しないといけないです。おい、気持ちいい。や、これマジでゴブゴヤっすよ、本気で、本気でゴブゴヤ最強説を唱えたいです。
さあ12、